抽選開始しましたか。抽選切りますよ。はい、ほら、あれ、みんな、ルームに入れ、ルームに入れ。お前ルームに来い。お前ルームに来い。強欲すぎんだろ。お前ルームに来い。お前ルームに来い。お前ら強欲すぎんだろ。お主ルーム2に来い。なんすか。お主ルーム2に来いよ。いや、ルーム2はね、これの後だね。4試合目に行くか。おーい。おー、あー、じゃあみんなルーム1行こうか、その時。あ、え、え、あ、え、あ、え、あ、え、お前何やってんの。え、何やってんの。何やってんの、お前。バカ、何してんの。何してんの。バイバイ。バイバイ。あバイバイ。バイバイ。もう、炎上、炎上。バイバイ。多分それが、普通に動かなくなるから、TPTP。バイバイ。人が見えたんすよ、さっき。え、ドアが閉まります。あ、早くテレポートするから。テレポート。なんでいるの、なんで。ちゃんとテレポート取れるやないか。なんでいんのよ。いや、来ないよ。あのね、帰れ、帰れ。俺ね、普通にね、今、普通に人見えたんすよ。あ、だかなって。見に行ったら。またまたおい、ジャンプしてるやつらが。おい、こういうの殴ったら治るで。トーン。あー、斜め45度、斜め45度ね。これ誰が作ってんの、このエレベーター。ほんとに斜め45度で。わー、誰だ、誰が減ってる、誰が減ってる、誰が減ってる。あれ誰が減った。だってこれ着地どうすりゃいいと。あれ、管理屋いる。管理屋管理ある、あれ管理あるいない。あれ誰だ、誰だ、誰こいつ。何度知らない人が。何度私の知らない人だ。マグロさん。行くぞー、行くぜ。ドライツさん、なんでそんな棒持ってんの。いいでしょう、これはホストだけなんだ。ありがとう、頂戴。あげられないよ。俺、館の子全然覚えてねえんだよな。通気口ばっか使ったよ。俺も通気口なんてあるんだ、鬼には。あら、春子さん帰っちゃった。ちょっと一人だけ脱出したよ。恐らくだけど。あったあったあった、鍵あったよ。インポスターだった。こっち、こっちにある、こっちにある、こっちにある、こっち、こっち、こっち。2階だと。お、サンキューだ。よし、じゃあみんなで一緒に上に行こうぜ。ずりーぞ、先に見つけやがって。あ、あったあったあった、これか。階段がない。あれ直口見つけた。階段近くやね。よし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 。タンスの中の階段近く。これ本当に電話。おばけいるやんけ。やばいやばいやばい。本当に電話かかってんのかな。何階かけてる？何階？左から聞こえるな。これ多分俺追っかけてきてるんじゃねえかな。電話したいけど。いるのか。あ、これ違う？いる？消えた。いるのか。多分3階にいます。お、サンキューだ。じゃあ。あ。おー、怖い怖い怖い。お。お、あれ？あれ？俺いつの間にバッチもらってんだけど。あ、電話したらもらえるよ。うん、今なんか来てきたよ。あれ電話成功したっけ？俺が。押してたよ。大玉さんがちょうど乗っかってるタイミングで、俺が多分乗ったんだと思う。ああ、なるほどね。ほうほう。ハロー。ああ、怖い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 。え、なんで？なんでなんでなんで？ね、待って待って、それはなんちゃった。だ、誰の声？誰の声？誰の声？やられた。待って。誰の声かわかんない。電話くださいって。知らねえよ、バーカ。あ、入れた。は？すぐいるのはおかしい。電話かける方のやつがない。あ、電話かけてます。2回。鬼いるじゃん。やばいやばい。3階に鬼いるかも。3階に鬼いる？うん、今、時計の音した。あ、すんだ。あ、いた！目の前にいた。3階やった。そんな弱体操で俺に勝てると思ってる。ああ、もうビビった。俺、情けない声出しちゃったね、今。くそー、やられた。てか、これあれだわ。イヤホンつけないとね、まともに機能しねえわ。うん、マジで。
そりゃそうだわ。うん。イヤホンつけててやっと位置がわかるな、鬼の。だってこれ音の定義がちゃんと作ってあるんだもん。ね。どこだ ?4 階かな ?3 階にいると思う、鬼。うん。多分。ん?電話かけてみる ?4 階行ったかもしれん。まずいな。カニニがまだ見つかんない。そうこれ。電話かけてます。誰か、誰か。何階にかけてる ?4 階だから何階にかけてるのこれ。1だね。書いてない。1って書いてます。じゃあ。いやー、ごめんなさい、無理。え ?4 階にいるってことか。はい、4階にいます。逃げます。逃げるよ。助けて。え、怖いな。うん。ああ、怖えよ。怖えよ。しっかりドラしていかなきゃね。怖えよ。俺よう逃げれたわあれ。目の前まで来たもん、あ、鬼。あ、鬼って言おうとさ、お前。いや、今は、あの、滑舌が悪かった。あ、怖い。あやられた。奪ってんな。曲がり角はダメよ。そうよ、そうよ。曲がり角はダメよ。発狂しちゃうよ、あれ。曲がりくれた道の先にやべえやつがいた。曲がりくれた。みんな言うんかい。いや、曲がりくれたって言われた。やべ、鍵の再配置来ちゃったよ。来た、鍵ゲット。2階、4階か。4階になります。あ、嘘つくなよ。なんで今一瞬嘘ついた。ごめんごめん。嘘つきは泥棒の始まりやぜ。4階に鍵ありました。本当かな。はい。本当かな。走る。あ、電話かけてます。4階です。4階から電話かけてます。助けてください。こんな感じですね。私助ったんじゃないので無理です。1階にいる方、頼みます。ここです。1階ってどこ？ここです。じゃあ俺1階行こうか。頑張っていくわ。早く出てくれ。あ、道迷った。ごめん。あの俺ね、いやごめんね、俺受け取り口が分かんねえんだ、どこにあるか。あ、こっちだったっけ。誰か、ま、道迷った。俺る道迷った。道迷ったな、どうしよう。誰かねえ。うわっ、おおっとねー。うわー、鬼がかけ鬼が鬼が取りやがった。ふざけんな。俺取ろうとしたらさ、あの、ナオキッチーが取っちゃったよ。電話どこだ、どこに行ったらいいかな。3階がどこやったっけ。4階にあったってらしいからな。ある、ここある。おっ、見てる人。電話かけるとこないかな、どっか。かけたいな、どっかで。苦しさがって、やめてください。ああ。あ、夜ルート覚えてんな。なんでわかったの、俺の場所。ツナサンド。覚えてねえのか。電話かけるとこないかな。かけるか受け取れるかところ。どこだ。よし。夏さん死んだから意味なくね。ここは違うか。あ、もうね、俺逃げる。うん、鬼にね、電話バッジもらったんだけどね、もう意味ないよ。しまったか。あ、びっくりマーク、びっくりマーク、どこだ。なんか電話を通って押しそうな人がいる。あったー、復活。ふざけんな。おぉ、待って、夏さんありがとうございます。あれ、はい、まだ復活。おい、一階からかけてきた野郎は誰だ。俺かけてないよ。うん、鬼の可能性あるから気をつけてね。知るか、そんなこと。やべ、え、鬼来てる、やばい。よし、かけろや。鍵1ゲット、鍵1ゲット。鍵1ゲット。ああ、再生成に数十秒かかるんだよ。マジで教えて、マジで。1階に鬼がいる模様。え、何 ?1 階にいるの。鬼が1階にいる。気をつけて。これ使おう。お、マジでブラフだった可能性あるの、やめろ。ああ、怖い怖い。ちょっと2階に。俺、鬼に、あの、呼び出されたから。
呼び出されたっていうか、うん、召喚されてたから。とりあえず、鎧召喚2ない、2どこ、2どこ、鍵に。鍵には4階。4階。の。え、でも、あ、鍵配置してないか、まだ。4階のどこあ、やばい。おい、電話、鍵の音に似せて、音出してる、誰だあー、見つかった。俺ら一緒に逃げてたのに。おい、デュエルしろよ。あ、この辺にある。この辺のどっか、どこだ。この辺のどっかにあるぞ、鍵が。暴言だなんて、なんて野蛮な。ここは暴言に暴力で。オッケー、鍵、よーし、オッケー、全部見つけた。オッケー。あと、エレベーターどこ ?1 階20秒おお、待ってくれよ出口待ってくれよ出口発見したの15秒もう間に合わない、俺。いや、どこ見物だわ。帰れるけど、帰れました。どこだどこどこだよどこにあるんだ頼むよやだ俺だ絶対だよ俺だ絶対だよそうか。ちくしょう。ツナサンド、よくも俺を呼び出しやがったな。なんでナオキッチなんだよ。イェーイ、ただいまー。まあ、逃げたから、逃げ。どうぞ。あ、全然。ダメか。あら。残っちゃった。どっちかやね。あ、判定が外れた。どうせこの村人。ドアが開きます。ドアが閉まります。ドアが。ご注意ください。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。どういう意味だ。安全のため、エレベーターの中で飛ぶのはおやめください。え、あ。安全のためエレベーターの中で飛ぶのは。墜落寸前にジャンプするとかやらせてくれないですか。緊急停止いたします。またなったじゃん。よし、みんな天井に捕まるんだ。天井に天井ってか、もう上に登ろう、上に登ろう。上に登ろう。ちなみに、地獄スキンゾーンに繋がったよ。地べたに入ってくるから。あ、村人が消えた。あれ、村人が消えたぞ。村人が消えた。おい、ザキ。村人が消えた。お俺の言う通りやんけ。お前が余計なことを言うからだ。やっぱ日頃の行いが悪いのか。あっちゃどうしようかな。ルート変えるか。でもあれなんだよな、今みんなほとんど同じ階層にいるから。それ最初はそうよ。だから電話やんなくていいんだよな、あんまり、ね、うん、それ取られたってことは鬼からのねやつだよってことや。どうも僕ですってね。あんたじゃないよ、村人じゃないよ。俺ツナサンドにやられたからね。あのツナサンドに。プルルルルルルル。プルルルルルルル。まあそれはそれとして、かけて来られるっていう展開もあってほしいところである。さーて、4階に誰か来ないかな ?4 階に誰か出てくれないかな ?4 階に。4階で鬼のスポーン場所だから。4階鬼のスポーン。あー死んだわこいつ。あ、でも来た。もう俺はネックレスの準備はできているぜ。あー鬼ーネックレスの準備はできているぜ。ブライトさんが楽しそうなことしてる。鬼から電話があった。あ、なんか電話かかってる。あ、電話かかってるよ。取って取って。取る。はい、余裕。あ、ふざけんな。はい、余裕。あー、取らせろ。2階に鬼がいますんで気をつけてください。これ1階あるかな。1階1階か。ここどっちだ。うーん、どこかな、どこかな。1階ないかもな。1階ない。何階にいるって言った。鬼今2階かな。鬼2階です。2階でチクタクしてる。あ、4階から1階に来ております。あ、電話かかってる。電話かかってる。サンキューだ。はい、どうも。知らねえ。これチャットしたら鬼にももろバレ。そうだね、うん、っていうか実際もろバレでしたし、さっきのやつ。そう
ダメじゃん。あ、鬼3回だな、これ。変わった。そうでしょ。マジで？俺は大丈夫。待って、2階にかけてる。2階にかけてるから誰か出てます。暴れ、暴れ、暴れ、まくれ。2階にかけてます。え、鍵どこだ？楽しいな、このワールド。じゃあ、誰も出ない。1階に電話かけてます。誰か出てください。嫌です。え、おるけど俺。また出るのか。何だ、はい、3回目だよ俺。まだ電話のバッジ持ってないんすか？今 YM さんに煽られてるからそれで。大丈夫。うわ、YM さんきっつ、はい。そういうのやめた方がいいよ。はい、どうも。やったらやったよ俺な。ここか。鍵どこかあるっていう？ここにある？鍵見つかった？無理だ。そろそろ移動しよう。鍵ある？どこかに。あるわけないだろ。見つかんないんだよ。なんでねんだよ。人脱。人脱っすぞ。あ、誰か3階にかけてる。電話は無視。めっちゃラブ。どこ？あ、なんだこれ。あ、鬼3階だな。鬼3階。あー、いるいるいる。3階いるいる。あ、あ、あ、この辺に鍵がある。どこ？この辺に鍵があるはず。どこだ？違うな。ここか？この辺だ、この辺だろ。あ、オッケー、1個目見に行って。鍵、鍵1は2階です。鍵1は2階。嘘、2階？マジか。2階やったんか。あ、この先、オーダム。ここら辺、うん、上がってるよ。こっち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 。おい、なんて今、カエルさん、カエルさん、どっかどっかいるぞ、どっかいるぞ、どっかいるぞ。いるって、ガチがいるって。どこだ、あ、だだだ、やばいって。よし、鍵に3階とかいたら鬼が来ちゃう。カットちゃう。こっち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 。え？こう。誰だ？鬼3回行きました。鬼3回行きました。鬼3回行きました。あ、これか。はいはい。嘘でしょ？うん、鬼3回いますよ。こっちこっちこっち来て、こっち来て、こっち来て、こっち来て。ここ。ここ、ここ、ここ、ここ。ここのね、タンスの中にある。いるやん、めっちゃ。バイバイみんな、頑張って電話をかけたい。頑張って。誰か2階から4階に電話かけれます？ちょっと無理かな、今は。無理かな。無理そうか、ちょっと待って。じゃあ4階から。今、オータムさんたちに鬼押しつけて逃げたから。なんて、最低。いや、鬼来てるの分かっとったもんね。あ、鍵が、マジかよ。タイミングあれ。え、回収できてないですか、それ。できてない、俺。オーマイガー、なんてことだ、もう俺助からないぞ。鍵見つかってない。2階の、じゃ、鍵にどこだ、鍵にどこだ。鬼2階、鬼2階、鬼2階。あ、じゃあ3階探索できるね。オッケー、ありがとう。鬼2階か、ちょっと待って、もう鍵にはもう取ったからな。1階、2階を探索したいんだけど。鍵にどこだ。どこ、鍵にあったないよね。鍵にないんですよね。一応探索してるけど。あ、鍵に、鍵に、え、鍵に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 、どこだろう。再配置されてしまったんだよな。村人今1階にいる。名称村人なのか。村人です。村人は草。アップで入った村人のスキン。あ、電話鳴ってる。これはさすがに出るじゃないでしょ。あ、うん、1階にあった。3階からかけてます。1階から出て。出た。1階って何色の鍵？金ですね。あ、2階か。私どこ行ったんだ？でもここに。鍵にどこ？鍵にどこ？金、エレベーター室みたいな感じ？あ、あれか。あ、鍵にどこ？鍵にどこ？やろ。でもどこ、あれ？どうやって？あ、理解理解。鍵1どこ？鍵1が。なるほどね、理解した。あのエレベーター3つぐらい並んでるところですよね、多分。そうそう、エレベーターが。そう、大量に並んでるところ。迷った。色がすごい水で。よいしょ。どうなってんだ今俺。え、あの。え、あ、外から死んだ。うん。上で。やっと。え、解放か。あったあったあった。あー、取れた。残り200秒マジで終わる。いけるかな。で、1がね。どっちだ。あった。3階開いてないと。1階のエレベーター見てきますね。どこだ、開いてるかな。階段から上登んないといけないや。
階段どこに鍵にがある。鍵位置がね。鍵にがね。どこだ。鍵にどこ。俺は鍵にだ、うん。あなたが鍵にか。めっちゃウルゴールの音がする。1階のエレベーター開いてます。ハロー。4階にあるかな。もしかして鍵に。4階か。あ、3階に鬼いるから気をつけてね。直吉。よし。あ、2階これ。鬼1階開いてる。ここじゃない。鬼2階です、鬼2階。あ、鬼2階、鬼2階。鬼2階です。4階に鍵あった。あった。あ、ある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 。よっしゃ。ありがとう。どこだ ?4 階の結構いい。4階です。エレベーター1階と4階です、今回。今探してたよね、直吉多分。4階にもある、エレベーター。お、助かるぜ。じゃあ、直吉、階段のところ来て。行くで、俺も。ん?鍵知りたい?どうにか。あっちからじゃいけねえ。やばい、マップが全くわからない迷子だ。俺もまだ迷子になる。エレベーター1階と4階か。エレベーターどこだ?直吉どこだ?時計ノート、時計ノート、時計ノート。直吉さん、ここ迷子になりますよね、ほんと。エレベーターあった。意味わかんない、ここの構造。出口が1箇所しかねえ、これ。4階行くしかないな、これ。こっちだ。ああ、もう、直吉どこだ?1階だ。あれ、あった。直吉さん、4階上がってすぐ左がエレベーターです。了解!あれ、直吉さんどこ行った?案内しますよ。え、どっち行ったんだ、待って。さっきのところ待って、4階のエレベーターってどこにある?もういいや、俺もう走る。4階のエレベーターってどこ?まずい、待って、まずいね。4階のエレベーターどこ?外見た方がいい。分かった分かった、行ってくるよ。4階のエレベーターここだよ。ちょっと待って、ベル3階、ベル3階。オッケーオッケー、この中に入ってればいいの。そう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 。オッケー、じゃあちょっと探索してくるわ。俺探索してくるわ。あ、いた。あ?え?嘘でしょ。あ、どこでね。ちょっと待ってよ。待って。こっち見といて、ちょっと、綱さんの。いや、反則。あ、あれ、直木さん?直木さんだ、あれ。まさか。よいしょ、どこだ?左から音がするな。うん。左から音する。消えた、音消えたわ。あ?いや、音する、まだ音する。するな、ここ音するな。嘘でしょ?ねえ、やめてくれよ、マジで。何かわかる。鍵位置は1階。あ、来た!鬼来た!嘘だろ?ねえ、もう嫌だ。あ、クソ、間に合わねえ、これ。やばいやばいやばい。早く。あ、もう俺終わった。よしよしよし、なんとかなった。間に合った。いやー、鍵位置が。あー、よかったよかった。鍵位置が足りなかった。ネックレス1個も使わなかったぜ。いやー、初めて脱出した。シャワー出れれ出れんかった。いやー。あー、初めて出れた。よかったよかった。ノーデス、ノーネックレスでクリア。わお。ノーデス2、ノーデス2ネックレス。やるねー。